仕事の選び方について教えてください。仕事の選び方ってまず稼げるかどうかじゃないですかね。やりたいことも大事だと思うんですけど、例えばアパレルで言ったらアパレルの販売員ってめちゃくちゃ給料少ないですよ。だから僕みたいに独立しないともうやっていけないですね。仕事の選び方は考えた方がいいです。やりたいことをやるとなんかねしんどいんで、稼げて楽しい仕事が一番いいんじゃないですか、皆さんにとったら。僕もそうですし、やりがいとかいろいろ言うけどね、難しいですね、仕事の選び方。一旦は稼いでから考えましょう。